腎臓の本当の怖い理由は健康診断で見つかりにくいんですよ。腎臓は突然はい終わり、30過ぎたら自分は大丈夫って思わないこと、知らないとやばい。日本人の腎臓病が増え続ける理由、なぜ腎臓病が増え続ける理由を知っておかないとやばいかというと、腎臓病の多くは健康診断で見つけることができず、いつの間にか病気になってしまうからです。そして腎臓病は一度病気にかかるとほとんど治ることはありません。この動画を最後まで見てもらうと、やばい腎臓病を回避したりケアすることができます。自分の腎臓はどうなのかな、このむくみや疲れは腎臓のせいなのかなって悩んでいる方、概要欄にユリシードの URL がありますので、そこで私の施術の予約をしていただき相談に来てください。私は腎臓病を患ったことで体重が40キロも増えました。今では腎臓は改善し、自然に20キロ痩せることができました。現在は送信の専門家としてたくさんの論文を執筆しています。ですので皆さんの気持ちはすごくよくわかります。専門的な立場で解決することができますので、綺麗に痩せたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは腎臓病が増え続ける理由をご説明いたします。まず腎臓病はね、もはや国民病であるとまで言われています。国内で1330万人、糖尿病患者数よりも実は多いんです。国民の8人に1人が腎臓病だと言われていますが、これはすでに病院で腎臓病と確認された人の数です。本当はもっといると思います。透析患者は34万人、これも残念ながら増加中でございます。高齢者ほど発症しやすいんです。理由は腎臓は加齢によって弱っていくからなんですね。これを能力的に言うと eGFR という数字で見るんですけども、だいたい60を下回ると良くないと言われていますが、この eGFR の60という数字は当たり前なんですけど、高齢者の方はもうほとんどそれを下回ってしまいます。ユリシードでは患者の 86% が腎臓にトラブルを持っていると見ています。ちなみに33歳以上の女性は 94% と見ています。なんでこんなに高いんだっていう話なんですが、ユリシードではね、痩せたい人が来てるの、ちょっと逆な言い方するとお太りになってる人が多いのでトラブルがあるんだっていうふうにご認識ください。決して世の中の女性の 94% そうだっていう数字ではありません。じゃあこのユリシードのお客様はどうやってケアしてるかっていうと、プレミアムイヌトウキを摂取して今一生懸命体のトラブルを改善して痩せようとしています。では2番目に、国内の腎臓病の本当に怖い理由、なんで腎臓病そんなに増えたからって何が悪いんだよ、別になんか何でもないんじゃないのっていう人も実際いらっしゃいます。というのは、腎臓って実は2つあるので1つぐらいなくなっていいとかっていう時代があったんですね。あれ全然1個ぐらい減っても平気だよとか言ってる人がいるんですけど、腎臓がなぜ2つあるか、独立した臓器が2つ存在してるって、体内で腎臓だけなんですね。その腎臓がどうして病気になると怖いかっていうと、腎臓の本当の怖い理由は健康診断で見つかりにくいんですよ。何でもかんでも血液検査で見つかる、だいたいサラリーマンだったら健康診断毎年やってますから、あ、腎臓悪いんですね、じゃあどうしたらいいんですかって、じゃあこういう治療しましょうって教えてくれます。ところが腎臓は突然はい終わり、究極な言い方すると半年前元気だったのに突然お亡くなりになっちゃったなんて人もいらっしゃいます。そういうことで自分の状態を理解することがなかなか今の検査方法で分かりにくいんですね。で、糖尿病性腎症や慢性糸球体性腎症、IgA 腎症って言うんですけども、こういったものは健康診断で見つかりやすいんです。まだでも腎硬化症というのは本当に見つけにくい、血液データだけでは分からないって言われています。で、1330万人のうちのおよそ1000万人ぐらいがこれじゃないかって言われて、見つかりにくいのに見つかってるってことなんです。ということは、どんだけの人が見つかってない状態でいるんだっていうことになると、これとんでもない数じゃないかっていうふうに言ってる人も実際いらっしゃいます。30過ぎたら自分は大丈夫って思わないことっていうのがすごく大事なことね。だから皆さん、ありません、30過ぎてからそういえば太りやすくなった、疲れやすくなった、痩せにくくなった、そういう人たちってね、腎臓が原因じゃねえのかなっていう風になっていく。ということは、つまり腎臓が悪いと痩せませんということで、前回放送した動画につながるわけでございます。なぜ腎臓病が増えるのか問題ですけども、これは加齢によるものだけじゃないんです。実はほとんど食事によるものなんですよ。もちろんその年を取っていけばだんだん糸球体の能力とか稼働している数が減ってきたりとかすることあるんですよ。あるんだけども、じゃあなんでそれがそういう事態になるかって言ったら、単純に老化現象だけじゃなくって食事によるものなんです。
です。じゃあこの食事によるもののほとんどはっていうと、実は食品添加物、 pH 調整剤や酸化防止剤なんて含まれている無機リンが原因だと言われているので、なるべくこういう添加物のない食事に切り替えていただきたい。分かんなかったらとりあえず昔の食事、まあもっと昔っていうと江戸時代の食事、そのぐらいまで戻したらそんなに問題ないんですけどね。今の時代便利になってきたし、私たちも手間かけてご飯作ってられなくなりましたから、どうしても楽な食事にしちゃうんですが、楽には必ずデメリットがあるということを理解してください。では4番目、腎臓病の回避方法についてご説明したいと思います。まずこの食品添加物ですけども、この食品添加物を避けるということが大事です。これは要するに体の負担が下がるとかね、腎臓の負担がダウンできるということです。ならどうするかって自炊が一番です。酸化防止剤や pH 調整剤に注意をしながら、なるべく自炊をしましょう。例えば何かを混ぜたら、はい出来上がりみたいなものがありますよね。そういうふうにもいいんだけども、それよく見てください。必ずこんなのが入ってます。ですのでこれはちょっと私はね、控えていただきたいと思いますね。それから睡眠を7時間以上とってください。これはね、腎臓とか内臓の回復力が、夜中にトイレあんまり行くの問題なんですけども、1回ぐらいは7時間寝たら行くんです。それをって我慢してる人いますよね。うっ、あと1時間絶対トイレ行かないで我慢して寝ようってやつ、ろくなことないですからね。特に下半身痩せたい人いらっしゃいますでしょ。下半身痩せたい人ってね、こう立ってるとね、老廃物って上には行かないの。いろんな筋肉を動かしたりするとこう下に落ちて、重力に任せて、で下に落ちていった時に腎臓ってこの辺の高さにあるわけ、その高さのよりも下の方に行っちゃうとね、上に上げようっていうことができなくなると思いません？血流と一緒で心臓が動かしてるわけじゃないので、自力で上に上げることは無理なんですよ。例えば皆さん立ってると足からむくみません？間違っても頭とか指先からむくむ人いませんよね。エステ行くといません？真っ昼間なのに顔がむくんでますねとか言う人、顔からむくむことなんてありません。でも足はむくみます。足から順々にむくんでいって、家帰ったら疲れた、お風呂に入りましょう、そして仰向けになって足をバタバタ、そういう風にしてなるべく老廃物を下に下げるって努力、これすごい大事です。そういう風にしていただくのもいいんだけども、そういうことをしながらそれで終わっちゃってるんじゃないですかって話。それを外に出さなかったら意味がないんです。ですのでトイレの回数を増やしてほしい。だからお水もちょっと多めに飲ってからお休みになられて、夜中のトイレは喜んで行っていただきたい。睡眠時間10時間寝れれば2回。だいたいここに来るモデルさんのほとんどの方は睡眠時間10時間とってます。そしてそこの時には2回トイレ。次にバランスの良い食事、ミネラルが重要なんです。よくカロリーとかを気にされる方いますけれども、カロリーも大切な要素の一つです。だけどカロリーだけで痩せれたら苦労しません。カロリーっていうのは1000キロカロリーのものを食べた時に1000キロカロリー吸収できるということを信じている医者が未だにいるんです。あえて言います、1000キロカロリーのものを食べていても自分が打ちひしがれるほどショックが起きた時に、この1000キロカロリーの食べ物を食べて本当に収集すると思いますか？絶対ないです。例えば逆でめちゃくちゃ仕事忙しくてもうストレスマックスで、さあいつ今度ご飯食べれるか分かんない時に1000キロカロリーのハンバーガー食べてみてください。そのエネルギーは1000キロカロリー分だけちゃんと吸収してくれると思いますか？むしろもっと取ろうと思いませんか？それが人間の体のここがコントロールする。そういう意味ではさっき言った睡眠をとってみるのも大切だし、バランスの良い食事をとるってこともすごく大事なんだけど、その中で特にバランスの良い食事をとることによって、この1000キロカロリーというカロリーだけではなくて、ミネラルの足らない部分、足りてる部分ってあるんですよ。その足らない部分のところがもうちょっと取りたいなと思ったら、体ってどうします？さっきの理屈と一緒、ちょっと吸収力を上げてしまおうっていうことになる。そうすると本当は計算尽くされた完璧な食事だったとしても、ボーダーのところで綺麗に入ってる脂質や糖質があったとしても、それはミネラルのせいで上がっちゃうんですよね。そうすると余分に取ってしまうんです。この余分取ったものの糖質はおしっこで出てきます。つまり腎臓が強ければこれはほとんどなかったことになります。ところが脂質はなかなか外出ていかないので、それはいわゆる脂肪細胞が食べて太っていく原因になるんだよ、言われているのが最近の理論です。そしてこの取りすぎた油をなんとか外に出そうという時に有効と言われているのが半身浴であったりとか、食物繊維であったり、腸内フローラね、どれも大切です。不要なものはありません。でも自分の健康でいろんなことやんなきゃいけない時に、ついついみんなどれだろう、これかな、これはできるから、その代わりこれをやめようとかって思ってる人いるかもしれないけど、そうじゃない。ちゃんとやろうとしたら全部やんなきゃいけない。それが大事。ただし無理はしないことで、何を食べたらどうなりますかってよく聞かれるんだけど、何かをしたらすぐ痩せれますなんて、そんな魔法な食べ物ないです。自分の足らないものを知ることが大切ね。僕の動画では痩せるためには太る原因を調べなさいってよく言います。
ますけども、実際にこういった時でも腎臓が悪くなる原因を調べてそこを潰さない限りは一生懸命体に良くなる食べ物なんか食べたって無駄です。最後にプレミアムイントキを摂取しましょう。日本成人病予防協会推奨品ですけれども、これを飲んでいただければ腎臓のケアにつながります。私たちはそういったデータをいっぱい持ってます。もちろんそうでない人もいらっしゃるのも事実です。だいたい7ヶ月から1年ぐらい飲んでもらわなきゃいけないんですけども、一生飲むものではありません。7ヶ月から1年ぐらい飲んだら一旦やめちゃっても結構です。やってみてください。プレミアムイントーキのご購入に関しては私たちの EC サイトからご購入することができます。よかったら利用してみてください。これからもこのチャンネルでは健康や美について追求し、ダイエットや腎臓のことなども触れながら皆さんに有用な情報を提供していきたいと思います。答えてほしい質問や感想はコメントしてください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。